ジロロです。YouTube 始まりました。本当に前も始まったけど、なかなかうまくいかなかったんですね。何度も難しいですね。でも今回もどういう感じでいこうか、質問もわからないです。でも、レオンと一緒にやるんです。まあ、レオンも僕のものだから。一人でずっと喋ると何言えばいいかわかんないから、ちょっと手伝ってください。お願いします。わかりました。ちなみに、ジロランさん、はい、YouTube って見ますか？ YouTube 見ますよ。どういうの見るんですか？悪口の YouTube ばっかり。悪口の YouTube？ YouTube だって、結構政治家的とか、はい、あとか、ちょっとくだらないやつとか、はい、旅とか、バイク。バイク？暴走族みたいな、バイク、バイク、あれ面白いです。外国人から見ると、かっこいいです、はい、ルックスとか結構だらしないと思ってるけど結構断ってますね。特にあの音ベン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 、あれもそうやりたいです。エッチなのは見ないんですか？エッチは見るよりやります。ちなみに自分でだったら 何したいとかあります？ YouTube で番組みたいなイメージにするんですけど、でも実際多分 YouTube ちょっと違う感じだから、だからもしさら女性とのやり取りとかそういう、まあいつもやってるけど普通じゃない。でもそういうなんていう人に見せるためにどういう感じ、まあナンパも面白いけど今みんなナンパやらないじゃないですか。そうです、ね、違う方法を使ってます。アプリでもインスタもすごいですよ。インスタ経由使うともっと簡単です、ね、インスタナンパしたことあります？ありますね。でも聞いた人は ちなみにこの YouTube を始めるにあたって、はい、ちょっとジローラモって名前じゃなくてもっとキャッチな名前にしたいなと思うんですけど。まあそうですね、ジローラ長いですね。そう、僕の名前はジローラモだけど短くするとイタリアで2つになります。1つはモモとジル。モモもイタリアで、まあ、仲間の友達も呼ぶんですけど、日本だったらモモは小池になってしまうじゃないですか。まあちょっとピッチーとかだから、ね、あ、はいはいはい。まあ別にね、そういう系の人もいい人でいっぱいいると思うけど、ただ僕がこういう系だからだからジローですね。4人来てジローで、ジローですか、うん、ラーメンジローですか？ラーメン、あ、結構それを持ってる、ラモジローと思ってる人はいるんですね。たまにハガキでラモジローさんをお願いします、はいはい、ラモ名字と思ってる人もいるから。そういうことですね。はい、自分が言ったのはラーメン二郎です。ラーメン二郎です。そうね、いろんな町に行ったりいろんな人会ったりとか、 あとはちょっとマニアックなビデオゲームもやりたいです。話戻ったですね、はい、何をやりたいか話ビデオゲームです。そうです、はい、ビデオゲーム結構面白いですね。怖いのができます？怖いゲームとかできます？怖いゲーム、怖いゲーム、どういうゲームですか？バイオハザードとか。ああ、やったことはないですね。やってみたいですね。大体結構戦うゲームばっかりやってるんです、はい、タンクとか、そういう人殺したりとか。多分、***たい人いっぱいいるから、ここの中で、そういうゲームでストレスがあってるから。女性には結構恨まれるタイプなんですか？あ、いや、紳士。紳士なんですね。僕のこと嫌いと言ってる人いないんですよ。別れてもたぶんそういうのないですね。今までそういう、あんまりいないですね。紳士ですね。お手洗いの中で5分やられません。でめちゃめちゃ話戻るんですけど、はい、YouTube ネームどうしますか？ああ、ジロロモチャンネルとかモモチャンネルとか、ね、まあ、ジロチャンネルどうかな。ジロさん、ジロ、ジロさんいいですね。ああ、ジロ、ジロすごい近く、え、ジロ、じゃあジロでいきます。ジロ、ジロ YouTuber、 ジロ、ジロ、ジルナーというのくだらないかな。でもいい、いいですね。親しみ感じです。親しみやすいです。短いし。なんか日本のおっさんにも同じ名前の人いっぱいいますね。あ、ジロね。はい、ジロさん。そう、ジロさん、ジロさん。そう、仲間は多いかもしれない。じゃあ、世界で一番モテるジローっていうことで。世界一番モテるジロー行きたいですね。でも僕よりモテる人もいると思うんだよね。ね、でも勝負ですね、そういうこと。世界一いいね。国によっていろんな出会いあるといいですね、そう。特に飛行機会社とスポンサーしてもらって、いろんなホテル用意して、それとでリカップ。話が壮大っすね。ね、いいっすね。それやったことありますか？いや、ないです。
じゃあ最後に、はい、意気込みだけ一言お願いします、はい、やるしかないジロです。何言ったっけな思うんですよ